子育てピラティスランニング。はい、どうもソータです。先生、今日は背中の痩せ方について質問が来てます。お、背中ですね、はい、いや、いいと思います。背中結構やっぱりポチャッとする人多いですもんね。そうですね、うん、なんでどうやって効率的に痩せるかを教えてほしいと視聴者の方から来てるので、はい、お願いします。わかりました。最短でじゃあ背中痩せする方法を教えましょう。はい、はい、やっぱり体重が減ってきても、はい、背中だけあんまりこうお肉が減らないんだっていうクライアントさん、僕のとこも多く来てて。へー、来られるんですか。そうなんですよ。なんで背中痩せっていうのはやっぱりちゃんと、していかないと痩せないかなと思ってますやっぱクライアントさんの中で実体験としてなかなかこう背中痩せできなくて、そういう方ってやっぱ反り腰の人多いんですよね。背中と腰なんですか。そうですね、やっぱ背中と、腰っていうのはやっぱあの同じところ、まあ、背中っていうのが腰まで含めて背中っていう人も多いので、はい、そこでやっぱ反り腰の人が多いかなって思います、うん、はい。でさっき言った反り腰っていうのを放っておいて背中のトレーニングしてしまうと、すごいやっぱお肉って背中に残っちゃうんですよ。うん。だから背中にお肉が残ると、はい、やっぱクライアントさんの中でも多いのが、女性の方はやっぱりブラジャーの紐のところにお肉が乗ってしまうだったりとか、うん、あの水着がなかなかやっぱり着れないだったりとかっていう人が結構多くって、これお腹と同じぐらい多いんですよ。ほうほうほう。そのままじゃあほっとったらもう結構太りやすくなって、もう見栄えがもう悪くなっていくんですか。ああ、そうです、そうです。だから背中の見栄えがやっぱりあんまり良くならないっていうのはあります。だからこの反り腰っていうのを、しっかり気をつけていくことだけでも、はい、背中痩せっていうのは最短にできるかなと思います。わかりました。ちょっとまた、はい、エクササイズお願いします。はい、じゃあ行ってみますかね。はいはい、じゃあ今日は、フォームローラー使っていきます。もう僕このフォームローラー使ったピラティスっていうのが、大元にあるので、ぜひぜひ使ってみてください。フォームローラーある方はフォームローラーで、ない方は別に手でやってもいいのでぜひ試してみてください。まず首の後ろにローラー当てます。首の骨にしっかりローラーをグッと押し付けていって、首もグーッとローラーに押し当てていきます。ここでまっすぐ背中をします。この時に反り腰の人っていうのは腰、ここですね、骨盤の上から反ってしまうので、そこは反らないように肋骨しっかりペタッとつけて、お腹は薄く保ちます。このままゆっくりと溝落ちを上に持ち上げるイメージでグーッと上げていきます。そのまま、そのまままっすぐ向く、で溝落ちを持ち上げる、でまっすぐ向く、肋骨がバコーンって浮かないようにしっかり息は吸いながら肋骨はペタンってつけとく、でゆっくりとまっすぐ戻す。そうすると背中、腰を使ってグーって靭帯で止めるんじゃなくて、背筋、しっかり背筋を使って、反ることができるようになります。なので反り腰の人はここまでグニャって反ってしまうので、これ靭帯に頼ってるんで、どうしても筋肉使わずにお肉がついてしまうっていう原理ですね。これをだいたい10回ぐらい繰り返していきます。しっかり息もしながら、吸いながら反る、吐きながら戻す、吸いながら反る、吐きながら戻す、これ繰り返していきましょう。はい、こんな感じでしっかり背骨の位置気をつけて、背筋使っていくことで背中痩せっていうのは、最短でやっていけるかなと思います。ガシ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 背中鍛えるばっかりじゃやっぱり腰痛だったりにもなりやすいですし、反り腰っていうのを助長しちゃうので、そこだけしっかり気をつけて、はい、背中痩せ目指していきましょう。これ何回ぐらい先生やったらいいんですか。大体1日やっぱ10回を3セットとかに分けて、朝昼晩だったりとか、もう難しい人は朝晩10回ずつでもいいんで、ぜひぜひやってみてください。はい、そんな感じで最短かつ効率的に背中痩せするためには、さっきのエクササイズをしっかり頑張ってやってほしいかなと思います。そんな感じで、今回の動画っていうのを何回も繰り返し見ていただくことで、徐々に徐々に背中の脂肪っていうのはシュッと
落ちていくと思うので、それだけ頑張ってやってみてください。その他にも、体に対する悩みがあったらコメントだったりとか、チャンネル登録してもらっていろいろ悩みにも答えていこうと思いますので、グッドボタンの方もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わろうと思います。それでは失礼します。